薬屋の独り言ガンガン版第6巻の比較。ご来館ありがとうございます。漫画担当司法のムクドリンです。今回は薬屋の独り言ガンガン版6巻とサンデー版5巻の比較をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。薬屋の独り言ガンガン版の5巻、サンデー版とガンガン版で墨が違うので、ガンガン版は人士が化粧して密会するところからここまでの謎がつながる中止の話まで、サンデー版は同じ話が掲載されているのは5巻、こちらは1話ずれて鉛の話から中止の一つ手前まで、まだね1冊分のずれがそのまま進行している墨具合ですね。ガンガン版はちょっと刊行スピードも遅めなので、2020年10月時点ではサンデー版は9巻まで登場しています。結構ね比較が毎回毎回難しいのですが、基本的には文庫版を正として今回も絵やセリフ構成の違いを比較して、なぜそういった違いが出てくるのかについて考察をしていきたいと思います。これが気になった、私はこう思うなどあればぜひコメント欄で教えてください。1、絵の違い。はい、毎度でございますが、サンデー版の作者は倉田美濃さん、ガンガン版の作者は猫クラゲさんになっています。さて、いくつかね絵の比較をしていきましょう。まずは人種の化粧の話から。マーモがちょっといたずら心で人種に口紅を塗ってしまうシーン、マーモガオジュスイレンの表情が描かれます。サンデー版のねマーモとガオジュはうわーという顔、スイレンはなんかあーという顔ですよね。ガンガマンは割と3人とも似たような顔、まあ、スイレンはねベテランなこともあり、サンデー版の描き方はちょっとこだわりがあって面白いですよね。ちなみにどんな顔だったのか、ガンガン版は描くんですが、サンデー版は口元だけという手法の違いもございます。続いて、美女の価値を下げる方法について、人士がマオマオに尋ねたシーン。どちらも儚げな印象で喋らせていますが、そもそもこの二つ、ガンガンとサンデーで出てくる話の箇所が異なります。小説単行本と同じなのはガンガン版ですが、人士とマオマオが二人で街歩きをした最後。サンデー版ではその後、おそらく普段の勤務中に話を聞いた話として回想に出てきます。人士が宿に行くというシーンだったので、確かにガンガンと原作版だと、マオマオの感情が二つ混ざるので、ちょっと複雑な書き方になりますよね。そして、ラカンがマオマオに会いたいと伝えるシーン。いやーもうね、ガンガン版が本当に怖い。4巻の比較か何かでもそうなんですけど、微妙にね、ホラーっぽい描き方なんですよね。まあ正直、このシーンも自然なのはサンデー版。複雑な感情がこもった顔をしていますよね。いやこれガンガン版ね、もうどうしたマオマオっていう顔なんですよね。憎しみみたいな感情じゃなくて、なんかもう霊がついてる顔をしてるんですよね。これほんと怖いって感じのね。そして最後に中止で細部が落下してくるシーン、小説単行本の一巻のエンド山場のシーンですよね。サンデー版では 1.5 ページ、ガンガン版では4ページも使って書いています。どちらもね、迫力が出ているんですけど、うわぁ、死ぬわみたいな迫力はさすがにガンガン版の方が上手いですよね。というか、まあ、柱の重厚感もなんですが、そもそもサイズがね、大きいんですよね。落ちたら確実に死にそうなレベルというと、まあガンガン版の印象です。ということで、まあね、ここまでの関数の比較のところでも全く同じような話になってるので、もう今更というところではあるんですが、やっぱね、ちょっと可愛らしさだったり、結構アクションの派手派手しいイラストっていうのは、ガンガン版の方がちょっと上手いなと思うんですけど、サンデー版はね、結構手法だったりとか、まあ表情の機微だったりっていうのはうまく描いてる印象ですね。ガンガン版はね、結構その派手さとか可愛さは強いんだけど、逆に怖い表情っていうのが、ちょっとホラー寄りなんですよね。まあこの辺はちょっとガンガン、この作者さんに限らず、ガンガン全体的にちょっとこう、怖い描写っていうのがホラーチックなので、まあそういった違いが出ているなという感じですね。その2、セリフの違い。まずは、そもそもあるなしなのですが、ラカンと人種の言い争いのシーン。ラカンが10年かけてやりてバーを説得したのに、横からさらったトンビめと言ったのに対して人種がこう答えます。これ、サンデー版にもないシーンなんですよね。しかし、油揚げはもう私のものです。そもそもね、小説単行本でも、油揚げを返せと?という答え方をするだけで、私のものだとまでは言いません。いや、同じではあるんだけれど、まあ、人種のね、独占欲とか執着心が現れていて、とってもね、良いシーンですよね。この描き方としてもなんか手をこう、にぎっとしてるシーンがお気に入りです。そして、その後のラカンの言葉がこちら。これ、ガンガン版ではちゃんと読みで、娘と書いているのですが、その結果ね、この後の人種の反応も、サンデー版は一体何者なんだ。ガンガン版は、やだ、つまり父親なのか、と分かれます。ただ、あの子はどう思ってるでしょうね、に対して、しかし、娘がそれをどう思うのかなのですけれども。このね、人士がね、地味に、あー嫌だってストレートに思うあたりがね、面白いシーンなんですよね。ちなみに原作では、ただ、娘がどう思うかなのですけれど、とだけ。これね、ルビーもないんで、まあ、娘と読むんでしょうし、その後ね、人士が、あー嫌だと察することも描かれます。いやー、このね、娘と書くか、あの子と書くかで解釈を分けれるっていうのは本当に面白い違いですよね。
まあね、なんか前回あたりからそうだなとも思うんですけれども、だんだんこのセリフっていうのも、サンデーはね、結構序盤から独特の言い回しとか、小説版から改変した言い回しっていうのはすごい多用してたんですけど、割とね、ずっとガンガン版は、かたくなに小説の言い回しを守ってたんですよね。あくまで弾くだけ。ただ、まあ前回ぐらいから結構ガンガン版も、独自の言い回しだったりとか、独自のシーンっていうのを入れてきて、ああ、これは何かしらかね、影響を受けたのか、ちょっと慣れてきたのか、もうこういうのやっていいですか？途中でやり出したのか、気になるところですね。3、構成の違い。最後にね、構成の違いをご紹介します。大体収録部分は文庫版の2巻の中央あたり。今回はね、そこまで入れ替わりだったりも発生せず、どちらかというとお話の中の表現の差分とかで結構多かった感じですね。もう少し整理したのがこちら。順番としてもね、ガンガン版もサンデー版も 1,2,3,4,5,6、サンデー版が 2,3,4 と続いている感じになります。ちなみに、まあ、ナロー系の小説と小説単行本の違いとしては、ごそっとね、前半の鉛から梅毒まで単行本で新たに追加されたエピソードです。今回ね、特に大きな差分かなと思うのは、人士がマオマオと街歩きをして密会するシーン。単行本のね、ガンガン版も、結局誰と会ったのかっていうのは描かれなかったんですが、サンデー版ではさらっとアードヒが密会していることが描かれます。逆に言うと、おそらくそこを描こうから始まって、そうするとマオマオに次女の話をね、価値を下げ方を聞くシーンを入れたくないよね、とちょっと話がずれるからと。というところから、全体的な構成をちょっと入れ替えたりしたんじゃないかなと思います。まあ確かにね、リジョの話って聞くと、マオマオがそうは言ってもちょっと嫌そうな顔をするシーンなので、まあ飯食い後のところに二人で行って、最後も、あ、なんかそういう店に入っちゃったわーってマオマオが思ってからの密会相手って描くためには、間にね、ちょっとそのリジョの価値の下げ方を聞くと、ちょっと話がやっぱこう、全然違うところに持ってかれちゃうので、確かにサンデー版として、誰と密会していたのかを描きたいのであれば、まあそこの話をね、ちょっと別の場所に持ってっても、まあ別に何も問題ないですからね。っていうのはちょっと納得できる構成の考え方ですよね。ので、まあやっぱりサンデー版の方とかって結構新しい情報、ガンガン版にも小説版にもない新情報をいくつか入れたいっていうね、原作者さんの話がもしかしたらあるのかなというふうに思いますね。実はこうだったんじゃないか、これが気になったなどあれば、ぜひ皆さんね、コメント欄で教えてください。ということで、本日の空想図書館はここまで。ぜひチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。いやーね、こうやって6巻の比較もできて面白いなと思うんですけれども、さあ一体今後どうなっていくのか、まだまだ続きが楽しみなところでございます。漫画担当ショホのムクドリンでした。ではまた次のご来館をお待ちしています。